日本の誇る IHI 社製 XF9 エンジンですが、小型化最軽量で、世界トップの実力があるジェットエンジンです。今回は、XF9 エンジンをもう少し深掘りしていきますね。新進を量産し、XF9 エンジンをブラッシュアップしていけば、純国産戦闘機が今頃できていたと考えるのは私だけ。航空自衛隊の次期戦闘機用ジェットエンジンとして開発が進められている XF9 は、防衛省技術研究本部、現防衛装備庁と IHI が開発した低バイパスヒターボファンエンジンで、スリム化と大出力をコンセプトとして、国際社会においてこれまで開発されてきたいずれのエンジンよりもスリムでコンパクトな形状に、いずれのエンジンよりも大出力を発揮するハイパワースリムエンジンをコンセプトとして、国産のステルスジェット戦闘機開発のための先進技術実証機 ATDX 新進用のエンジンとして2008年度までに開発された XF5 ターボファンエンジンで培った成果をもとに、2010年から研究開発が開始され、2018年6月にプロトタイプが完成して、2020年7月まで試験が実施され、上々の性能が認められている。航空自衛隊では、現在の主力戦闘機として、アメリカのロッキード・マーティン製の F-15J、イーグル、及び第5世代ステルス戦闘機 F-35、ライトニングに、そして、三菱重工業社製の F-2 支援戦闘機の3機種を運用しているが、このうち、F-2 支援戦闘機は、2035年度からの退役が決定したことに共鳴、その後継機種の開発が進められることになり、2010年に防衛省が将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンを発表し、当時世界が開発を進めていた第5世代ステルス戦闘機のさらに上を行く第6世代ステルス戦闘機となる F3 とも呼ばれる将来戦闘機 I3 ファイターの開発が決定された。次期戦闘機については、先進技術実証機、新進の飛行が成功し、その性能が想定通りであることと、搭載される国産エンジンが、XF9 のプロトタイプが、ほぼ予定通りの成績を収めたことなどによって、2018年度、平成30年度に策定された31中規模において、正式に開発が進められることが決定され、2020年、令和2年、三菱重工業が開発主体となって、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の国内企業7社が参画することになり、機体開発を三菱重工業、スバル、川崎重工業が開発を担当し、エンジン開発は、XF9 を開発した IHI が、そのまま引き継ぎ、三菱電機が電子戦装備を制御するミッションシステムを担当して、東芝、富士通、日本電機、NEC がレーダーを含む電子機器開発を担当するなど、200人超の体制で開発が進められている。IHI から防衛装備庁に納入された XF9 のプロトタイプは、性能確認試験においても問題なく、当初の想定通りの性能を発揮したとされ、国産のジェットエンジン開発に弾みをつけた。そのサイズは、F-15 に搭載されているプラット&ホイットニー製の F100 エンジンとほぼ同じサイズの全長 4.8 メートル、直径1メートルであるが、これは戦闘機エンジンとしては大型の部類に属している。エンジンのコア部分に、高圧軸としてのコンプレッサー6段とタービン1段と、この前後にファン3段とタービン1段で構成される低圧軸の2軸を持つアフターバーナー付き低バイパスヒターボファンエンジンである XF9 の推力はドライ時で 11TF108KN 以上、アフターバーナー使用時で 15TF
147KN 以上を発揮するが、これはアメリカ空軍の主力戦闘機 F-22 ラプターに搭載されているプラット&ホイットニー製の F-119 に匹敵するもので、エンジンの断面積あたりの推力で比較すれば、F-2 支援戦闘機に搭載されているゼネラルエレクトリック製 F-110 を 30% 上回っていて、このことはアメリカやイギリスのエンジン開発エンジニアの間では、エンジン開発の実績が少なかった日本が、これほどの高性能エンジンを作り出したことを驚きとして受け止められているという。XF-9 で特筆すべきは、高性能エンジンの指標とされ高ければ、高いほど、高性能エンジンの証とされるタービン入り口温度で、XF-9 では1800°C に達するが、これは、ニッケル系超合金の融点 1400°C を大幅に超えており、世界トップクラスの高温となっている。タービン入り口温度をこれほど高温することができたのは、ニッケルコバルト元の国産の溶性鍛造ディスク材を用いた。高圧タービンディスクや国産第5世代ニッケル単結晶超合金製タービンブレードの存在と、タービンシュラウドへの新素材、セラミック元複合材料、CMC の開発、そして、耐寒矯正コーティングの採用や、ブレードの空気孔による保護層の形成など、IHI が持つ多くの材料技術と流体解析技術によって、少ない冷却空気流量でも、エンジンが必要な推力を発揮できるとされている。また、第6世代ステルス戦闘機において、大出力が求められているのは、最高速度を高めることのほか、搭載されるセンサーや下機管制と情報連携用の機器類に電子専用機器など、高度なアビオニクスを作動させるために必要な膨大な電力を確保するために、発電容量が大きなジェネレーターが必要となり、そのジェネレーターを稼働させるためには、大出力が必要となるからで、XF-9 には、発電容量 180kW のスタータージェネレーターが搭載されている。さらに、XF-9 には、水力変更ノズルが装着される予定とされていて、2016年度から2020年度にかけて、水力変更ノズルを使った高運動性とステルス性の確保などを目的にした水力変更ノズルに関する研究も実施されていて、この研究は XF-9 の水力を全周20度まで変更させることとノズルの故障対応技術などを実証するもので、 XF-9 に装着されるノズルは XVN31 と呼ばれている。変更ノズルはジェットエンジンやロケットエンジンに装着されることで、飛行中に後方への噴流の向きを変えて水力方向を変えることによって飛行中の機体の軌道に変化をもたらす装置であり、戦闘機の機動性を高めることができるほか、垂直離着陸が可能な VTOL 機のエンジンには必須の装置である。古くはイギリスが開発した VTOL 戦闘機ハリアーに装着され、現在では、アメリカ製の垂直着陸、短距離離陸、ストブル機である F-35B、ライトニング2に使われており、この装置の装着が実現すれば、次期戦闘機においても F-35 のように、通常離陸型だけでなくストブル機も開発される可能性を秘めている。XF-9 は、これまで、純国産ジェットエンジンとして、順調に開発が進められ、高性能なプロトタイプの完成によって実用化の目途が立ってはいたものの、これまでこのような大出力のジェットエンジンの開発経験がなかった日本にとっては常に不安がつきまとうことから、海外の経験豊富なエンジンメーカーのサポートを必要としていた。当初は、これまでの関係性と航空自衛隊が運用している F-15 や F-35 の開発メーカーでもあるロッキード・マーティンの技術支援を受ける形での共同開発の話が進められていたが、そこに、
次期戦闘機と同様のコンセプトで、ほぼ同じタイミングで開発が進んでいたイギリスの次世代戦闘機テンペストとの共同開発の話が持ち上がった。次期戦闘機を日本独自での開発と実用化は防衛省や関連業界の悲願でもあったが、日本国内への配備分だけではコストダウンを図ることができず、防衛予算への負担は大きいものとなるが、それに対してイギリスがイタリアやスウェーデンと共同開発している。BAE システムズテンペスト開発計画と次期戦闘機開発計画を統合することで、開発する機体を購入する国が増えて、市場が大きくなることで、大幅なコストダウンが期待でき、開発費用も節約することができるとされている。また、テンペストに搭載されるエンジンを開発しているロールス・ロイスは、日本の IHI とは、以前からエンジン開発、製造で提携していることも、XF9 をベースに、さらに出力増とコンパクト化を図ることが可能となると判断され、エンジンがよりコンパクトになることで、機体のステルス化に貢献するだけでなく、ウェポンウェイの拡大が可能になることによる、搭載ミサイル数の増加や、ミサイルの大型化にも対応できるようになるなど、メリットが大きい。この共同開発プロジェクトによって、航空自衛隊の次期戦闘機は、2030年には生産が開始され、2035年に初号機が配備される予定とされている。